パルから参りました、はじめに挨拶を教えたいと思います。ナマステです。挨拶は時間は関係なく何時でもナマステで大丈夫です。あと立花国立公園に行きたいと思います。そこですね、象に乗ってたくさんの、動物たちを、見ることができます。自動に何ができますというと、象に乗ってポロの世界大会が、ワールドカップポロができます。そしてそこから行きます。一番美しい町ポカラ、こちらの湖なんですけれども、こちらの山が湖に映った写真でございます。そしてもう少し行けば、ちょっと山になりますが、これが世界一番高い空港でございます。ルッラ空港と言いまして、ここから本当に、高いところでできており、ここから落ちたらもう高いですね。これはもうスタミナでございます。次はエベレスト登らなくてもエベレストベースキャンまでも続いていきたいと思います。ベースキャンです。2番目の山が、カンチャンジャンガでございます。あちらにも、2番ではね、エベレストだけではなくて8000メートル以上の山が8個もありますので、そちらに乗ってありますので、あって時間があった時にぜひご覧ください。はじめに女子として日本人のジュンコタベ、福島で生まれたジュンコタベとネパール人のパサンラムシェルパが、女子としてエベレストに乗った方でございます。ネパールでは一番有名なジュンコタベでございます。そして日本では4つの季節がありますけど、ネパールでは6個の季節があります。2ヶ月にくるっと変わっていきます。春で夏で、モスクで、林で暴走すると冬になって、2ヶ月で季節がくるっと変わっていきますので、その季節によって、旅行するなら、季節に従って、旅行していきたいと思います。これで、少しの説明をこれで以上になります。ありがとうございました。